2B2 のトーキンリズム&ブルース。はい。ということで、はい。はい。今週もこの時間がやってきてしまったわけですけれども。はい。我々、うん、昨日ですね。昨日か。ね、ゆうべですね。うん。スクビートゥーの配信ライブ、はい、ボリューム1。うん、はい。初のね。うん。無観客配信ライブ、スクービートゥーとしては、はいはい、初の無観客配信ライブをやりまして、はい。ね、90分、うん、やりきりましたけども、はいはい。うん。あっという間だね。だからね、面白かった。そうそう。まあ、このポッドキャストもそうなんだけど、うん、まあ、ほら、特にそのスクービートゥーのライブになると、基本的にはもう我々二人が、まあ、やりたい曲、まあ、二人が好きな曲を選んで、で、まあ、それをやるわけじゃないですか。うんうん、で、だから、その、まあ、もちろん曲が好きだから曲を演奏したいんだけども、うん、その曲についても話したいし、いろいろ、ね、ね、これこれこういう曲で、誰々が作って、この何年頃のでとかっていうのを、余すとこなくこう伝えないと、うんうん、ね、多分他に伝えてくれる人がもうこの先いないんじゃないかな。そうだね。そういうね、やっぱり。それはある。あの音楽ラバーとしてのさ、こう、危機感っていうかさ。なんかそういう、ね、うん、なんかうう。思い入れもあるしね、俺らもね。そうそうそう。で、好きになってからも長いしさ。そうそう。うんうん、だそういうのもね、どんどんね、頼まれてなくても、もう言ってた方がいいだろうと思ってね。そうだね。そうそう。だから、うんうん、あの、昨日なんか本当にそうやって、まあ、ワンマンだったんでね。そうだね、たくさん時間が使えたんで、ちょっとね、うんうん、もういっぱい喋りすぎちゃったぐらいでしたけれども。ね、一つ、私ね、ライブ中に、うん、ちょっと訂正、間違ったことを言ってまして、訂正したいんですけども、広田美恵子さんの話になったじゃないですか。まあ、先週もポッドキャストで、広田美恵子さんのお話になった、うんうん。そうだね、なんだなった。で、その昨日の話だと、うん、ボビーヘブのさ、サニーの、うん、カバーを、カバーをというか、まあ実は、ボビー・ヘブ自身が、披露する前に、うん、要するにリリース前、ライブの披露前に、うんうん、一番最初に歌ったのが実は、日本人の広田美恵子さんだったという話をしたじゃないですか。したした。うんうん、ね。それで、その時に広田美恵子さんの話をいろいろしたんだけど、うん、したね、したね。広田美恵子さんがさ、うん、ギルバート・オサリバンのアローン・アゲイン。あ、言ってたよ。そうそう。うん、アローン・アゲインをね、日本語カバーしてるって言って、はいはい、言ったんですけど。大変気になる、うん。そうそう。で、僕ね、やっぱもう一回ちょっと気になって調べ直して帰ってから。うんうんうん、で、やっぱり広田さんじゃないなと。どう探してもなくて、広田さんのアーカイブに。そうか。そう、うんうん。で、誰なんだろうと思って、いろいろ新作したら、うん、失礼しました。心得由美子さん。うん、ここの絵由美子さん。はい。9絵クラブ人か。そうそう。90、うんうん、9重ねると書いて。そうそうね。9重ねるの。ここの絵由美子さんなんですけども。はいはいはい。この方でした。ここの絵由美子さん。はい。ここの絵由美子さん。1971年に、アローン・アゲインのね、また一人という翻訳で、うんうん、カバーしてるんですね。うん、アローン・アゲインまた一人。これがさ、ね、うん、中西レイさんなんですよ。訳詞してんの。訳詞が、おー、素晴らしい。うんうん、でなんだけど、これ、いわゆる、とんでもカバー系のやつらしくて、それさ、歌い出しがさ、そうね、昨日話題になったの。あそこを日本語訳にしてて、私としたことが、っていう歌い出しなんだよって話をして、でいう話だね。これね、YouTube に上がっててさ、ちょっと聞いたんだけど、うんうん、すごくて、うんうん、私としたことがあなたに捨てられてっていう、うんうん、捨てられた女性の心情を思いっきり意訳して描かれてて、うんうん、ギルバート・オサリバンの、うんうん、ね、歌が。アローン・アゲインを。アローン・アゲインがね。アローン・アゲインって実際はさ、うん、いろんな人との、うんうん、まあ別れ、恋人との別れもあったり、例えば家族との別れとかもあったりとか、うんうん、そういうちょっと人生のいろんな別れを歌って、結局、そう、アローン・アゲインって、まあ、人は結局一人なんだっ
っていう。もっと大きい、もっと大きい、ね、営みというかね。そうそうそう。人間の。そうなんですよ。うんうん、でもそれを、ここの恵美子さんは、こう、まあ、あなたに捨てられて、で、うんうん、いろいろ、まあ、捨てられたから、いろんなとこに行ってみて、他のね、うんうん、男に出会うんだけど、うんうん、つまんなくて、私、また一人って言ったら、うんうん。なるほど。これギュッと、ギュッと焦点を。すごいね、軽くてね、この薄、ここまでこう薄っぺらいっていうかさ、この、この原曲のね、意味を度外視した、このね、感じが。これ、意訳というか、逆の感じだね、うん、意訳というか、ちょっとまた別の、そうこの曲を借りて、そうそう。別の曲を作ってる。借りて違うこと言いたかったのかな、ぐらいの感じで。これね、ちょっと皆さんにも聞いてもらいたいんだけど、これと、それ調べてたらもう一つ見つけちゃって、うん、このアロンアゲインのカバーをもう一人やってて、これね、草刈正雄さんがやってて。でね、ちょっと、草刈正雄さんって歌ってるんだっけ、うん、歌ってたんだよ。それでアロンアゲインをカバーしててさ、ドーナツ版で。で、ちょっとね、訳詞まで誰がやってるのか分かんないんだけど、うんうん、その草刈さんの方は完全に、もう、うん、なんていうのかな、原曲の、まあ、直訳的な、すごい、だから、こう、ギルバート・サリバンのそういう深い、別れの歌っていうのを、そのまま日本語にしてくれてて。なるほど。めちゃくちゃいいんですよ、これ。しかも、歌、声すごく良くてさ。正雄さんは。正雄さんの声すごい良くて、で、ちょっとなんか本当歌、このまま歌ってたらよかったのにっていうぐらいの、あ、なんかね。そっか。そうそう、軽さとジェントルな感じとね、すごく両立。俳優の片手間でやるには惜しい感じの。そうそう。すごく良かったです。そんなこと、これも、ちょっと、うん。上がってます、上がってます。チューブに上がってる芸能。上がってます、上がってます。聞いてみよう。これはぜひ、すごい、ちょっとね、びっくりしました。これ、7インチ欲しいなと思いました。あ、アロンアゲインね。アロンアゲイン。ここの由美子さんのも、ここの由美子さんの欲しいんだけど、これ欲しいんだけど、ね、多分私としたことがあって。いやー、あなたに捨てられてってね、これ、たまらんなと思ってさ。とんでもカバー系っていうかさ、ほら、ぶっ飛び役系だとさ、うんうん、よくリーダーが言ってんの、ほら、ビートルズのさ。うん、ああ、松岡慶子さんね。松岡慶子さんが歌うやつ。松岡慶子さん、ビートルズを歌う。まあ、第3週あたりまで出てるんですよね。ね。ワン、ツー、スリーぐらい出てて、結構あれもすごいっていう話を聞いてますけども。ハードデイズナイトとか。ね、あれ全部、日本語に訳しちゃってるから、今できないんですよね。うん、あれ、日本語訳は、あ、そうそう、権利者の許可が必要なんで、今ほぼできないっていう、そうだ。なってるんだけど、当時はまだ大丈夫だったみたいで、ハードデイズナイト。リアルタイムでね。We got a hard day's night. 朝から晩まで。だからね。犬のように働く。だからね。それが全てさ。すごいよね。でもあれすげえ痺れるんですよ。松岡さん。3週まで出てるってことは結構好評だったってことなのかな。そうそう。僕ね、第2週まで持ってるんですけどね。ビートルズほら曲がいっぱいあるから、そうだね。いろいろできるんだけど、やっぱり、ハードデイズナイトは一番パンチがある気がするね。朝から、朝から晩まで。やっぱメロディーとふわりを崩さずこう言ってるところがね。そうそうそう。強引にこうガツガツはめていくっていうさ。日本語と英語でもね、違うからね。これさ、出し方が。今言ってるようなやつ、スクービートゥーでカバーするの面白くないですか、うん、あ、これ。やりますか。ハードデイズナイトのとかさ、うん、この松岡慶子さんの、うん、ビートルズカバーを、こう、うんうん、やってる人いないからさ。そうだね。それをやってる人いないからね。そう。今時、ほら、洋楽の翻訳カバーって、あんまないじゃん。うん、なんだっけ、ゴールドフィンガーとかさ。ああ、そうね。ああいう系じゃないですか。今。昔ってそうね。昔の。ね。あったあった。それこそ、広田美恵子さんが。そうやってたりとかってこともそうか。洋楽ヒットを、日本語でね。日本語で。あえて日本語にする。あれ、いいじゃないですか。スクービートゥー、でもほら、俺らもね、うん、昨日のライブを見た方はご存知だと思うけど、うん、俺ら、ほら、リーダーがサニーをさ、うんうん、ボビーヘブのサニーを訳詞して歌ったりとか、はい、日本語でね、
で、俺は Just the Two of Us を日本語訳して歌ったりとかしてるから、うん、その日本語訳シリーズちょっと面白いかもね。これ面白いと思うんですよね。次の。ちょっとこれやってみましょうって感じで。ね、なんだっけ、さざなみけんじさんとかだっけ、なんかそういう日本語の、あれ、あの、役の対価みたいな。違うっけ、あ、いるんだ。そういう人、うん、なんかいた気がするけど。うんうんうん、あるけど、まあ、うかつなことはあんまり言えませんが。調べないでね。ね、調べないで言わない方がいいですけれども。ね。で、そういう、でもほら、うん、あったわけだからね、文化としてね。そうそうそう。でもそうね、うんうんうん。この間、その、別所君、ピアニストの別所君と話してて、うんうんうん、なんだっけな、ジャズの日本語訳のタイトル。うん、朝日のごとく爽やかにとかさ。ああ、うんうん、ああいうの大体大橋巨泉さんがつけてたっつってたよ。あ、へえ、うん。あ、でもなんか、ちょっとありそうだね。その当時のこう、ハイソな人が、そうそうそう、ちょっと頭のいい人がね。うん。パッとつけるというか。うん、ああ、なるほど。なんかだから。なんか、うん、おもろいね、その企画はちょっと。うん、日本語、ね、だから、そうね。結構やっぱ絶対、うん、そうそう。そういう音源もちゃんと調べないと、ほら、ね、やれないじゃん、こういうの。そうそうそうね。ね、だから、面白いんじゃないですか、ちょっと、そういうシリーズ化して。そう、やりましょうか。でも、ね、アローアゲインの、アローアゲインやりたいな、じゃあ。あのね、でも、アローアゲインの草刈さんの方は、やりたいなと思ったよ。うん、あ、本当？あの、すごいいい詩なんだよ。ちょっと、あの、歌自体が難しいけど ね、歌自体が細かいからさ、うんうん、あれでででででっていう。ああ、そうだね、そうだね。あそこにね、うん、全部ちゃんとね、はまるように詩が入ってんだよ。へえ、すごいすごい。んで、それをなんか、ちょっと聞いてみよう。聞いてみてください、これ、軽々歌いこなしてる、乗りこなしてる感じなんで。さすが。これ、いい。さすが、正岡さがり。うん。ちょっとじゃあ、スクービートゥーも、ねえ、ね、その辺に、ね。次、いつやろうかなって言ってたけど。ねえ。まあ、早いうちにやりましょうよ。まあ、2ヶ月に1回ぐらいは僕はやりたいけどね。で、こう。あ、そっか。そうそう。今しかできないから、うん、逆に言うと。あ、まあ、そうだね。こうやってツアーとかいっぱいできるようになってきちゃうと、今度は逆にね、うん、スケジュールがなくなるから。そうそう、スクービードゥームね。時に、まあ、無観客にはなりますけれども、うん、配信でありますが、うんうん、もう、こう、やれる限りやってった方がいいと思いますよ、これ。そっか、ね。ちょっとじゃあ、年内にはもう一発ぐらいやって。まあ、やりましょうよ、これ。ね。ね、10月ぐらいかな。ちょっとね、うん、やりましょうよ、これは。ちょっとじゃあ、その日本語訳シリーズ、ちょっと。いや、それ絶対面白いと思って。うん。ねえ。これ松岡慶子さんがみんな知らないはずだからね。あ、そうだよね。ねえ。でもほら、音源はさ、きっとさ、うん、それこそ YouTube だったりとかには、うん、あ、上がってるか。YouTube に上がってるかもね。そうだろうね。まあ、上がってなくても、でも、うん、あのインパクトだから、やっぱり、バッてやったら、うん、まあ、そう来るかとはね。やりたいですよね。聞いてください。ハードデズナイトっつってさ、ね、朝からーっていきなり来たら。ビートルズ大体ほら、みんなメロディーつうか、歌はわかるじゃん。そうそうそう、ね、ああ、知ってるってなるけど、乗ってる言葉がもうかなり、あっち行っちゃったって感じの乗ってるわけだから。これはいいね。面白いですよ。はい。それをこう二人の、こう、技量でね。うん、そうです、そうです。演奏しきるというね。これぜひ。はい。皆さんが期待してなくてもやりますんで。ね、頼まれなくてもやるっていうのは大事です、ね。頼まれなくてもやる。それがスクービートゥー。OK。はい。そういう感じで。はい。じゃあ。で、ね。そうだ。そう。うん。月末？もちろん。うん。スクービードゥーも。ドゥーもね。やりますよ。納涼、うん、アコースティックファンカリズム。8月31日月曜日ですね。夜8時から。ね。これはね、この間セットリストみんなで決めましたけども、かなり。決めたね。夏な感じでね。夏な感じの。ね、いろんな意味で夏な感じ、ね。いろんな意味で夏ですね、これね。これ見ないと。うん、これ、見ないと、ね。あの、普通にライブ、やるだけじゃないかなという感じがしますので。ああ、そうだよね。そうだよね。見るだけでも楽しい夏を感じられる、ものになると思いますので、ね、これ気になる方、ぜひチェックしていただいて。初ですね。初な感じもなんか。初ですね。あなたも舵を、舵を切ったなという感じが。舵を切ったな。いいと思いますよ、でも。そしてまた戻すのかなという。戻すのかな。どっちなんだろう。楽しみにしていただけたらと。はい、そんな感じでしょうか。そんな感じかな。ね。今週はね。
はい。まあ、またなんか、漏れたが情報あったら来週言いますか。そうしましょう。はい。それでは、また来週。1, 2, 3, 4.